ですね、相原さん。ああ、だが喜んではいられない。小学校から姿を消した子供たちはまだ見つかっていない。川口治くん、宇池徹くん、たとえ学校を辞めさせられてもあの子たちは私の生徒です。子供たちを助け出そう。ドール症候群とザ・ワールド、その影に潜む真実を明かすんだ。菅井教授、ドール症候群とネットゲームの関係についてお聞かせください。テレビ、相原さん。はい、どいて、ちょっとどいてね。教授、我々にもう話を聞かせて。お前の番組のせいで本がベストセラーになってこの騒ぎだ。ガバッと印税が入ったらおごってくださいね。助教授、どちらへ？決まっている。子供たちを助けに行くんだろう。はい。先日発売された新型ネットワークカーナビゲーター 3NS による事故が相次いでいます。発生原因はネットワークアクセスシステムの不具合とされており、対象台数は約97万5千台。開発元のサウスマーシャル社では 3NS の改修を発表するとともに、同製品の使用を控えるよう呼びかけています。シグマサーバー。
瀬尾のおかげで、ほら、グランティーに何かイベントが…遅いブヒブヒブヒうるせえよ。ギルドの更新手続き、鼻毛のようだ。感謝するブヒ。それはそうと、引っ越し早々メロランディが行方不明ブヒ。メロランディって、そういえば月の木の本部、かわいそうだぞ。かわいそうって、ハセオさん、アトリ、いつの間に。さっきからずっといましたよね。えだから近くに立つなっつーの。ハセオさん、メロランディを探してあげてと。月の木の閉鎖がショックで、NPC が家出って、うん、ダメだ。アトリがこうなったらテコでも動かねえぞ。あったよ。でもメロランディの書き置き、シグマサーバー、あまねく大会の合唱にいます。探せっつってるのと同じだな。シグマサーバー、あまねく大会の、じゃあ僕も行くよ。できた。